こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、トミカのカーズのマックを紹介したいと思います。はい、じゃじゃーん、おー、はい、かあのマックイーンの専用トレーラーですね。おー、はい、かトミカのカーズトミカです。これ大きさもともとロングトミカと同じですね。はい、ただロングトミカではなくてカーズのシリーズはカーズです。はい、今回はマックです。おー、カース釣りのトランスポータータイプですね。おー、カース釣りで出てきたその、はい、トレーラーの形で出てますかっこいいですね。おー、はい、他のところこうなってます。はい、で、マックは本当は、まあ、トレーラーじゃなくてこのトレーラーヘッドだけですね。ですからここだけです。ここはまたはい、名前とこにはないです。いいですね。おー、注意で、はい、ここはおトミカに、ここはマックとトレーラーを切り離することができます。ディズニーピクサーですいいですね。おー、かっこいいマックです。はい、ではじゃあ早速、あ、値段は、ビカメラで買いました。1140円です、税込みです。はい、ではじゃあ開けたいと思います。はい、じゃじゃーん、おー、プラスチックから外しますね。はい、さっきの連結ところ、マックの本体とトレーラーをジョインポイントのジョインの方やり方ですね、付け方。まず一応これ外してで回すんですいいですね。ではじゃあ早速開けましょう。おー、じゃじゃーん、あ、おー、あ、かっこいい、やったー。はい、じゃあ取り出しますね。はい、カーズのマックでーす。おー、かわいいですね口がついてます。おー、ちゃんとすごい造形になってるんですね。はい、ステッカーではなくて、ただおー、さすがトミカですね。綺麗です。お、塗装も綺麗ですね。造形も綺麗です。はい、ちゃんと、おー、カーズでベトナム製ですね。おー、いいですね。これ開けられるかなはい、開けられません、残念。おー、はい、マックです。イエー、はい、マック、おお、取り、あ、これで離せるんですね。離す。おお、でもう一回取り付けるのはこの形がぴったりの時で、で回すとこうなってます。おお、簡単。取り付けがいいですね。はい、マックはマックインの専用トレーラーです。おお、まあ、ただの専用トレーラーじゃなくて、あ、マックイーンの、あ、はい、親友でもありますね。おー、マックイーンが本音、話せる仲間の、数少ない仲間ですいいですね。はい、おー、本体はですね、1985年式のマックスーパーライナーです。おー、特徴としてはですね、ここの、あの屋根のところに帽子みたいなところがついてるんですね。これは、うん、おー、サンライザーみたいですね。あの眩しいところで、あとは空気抵抗を減らすためのものです。あー、すごいよくできてるんですね、ここも。はい、マック、あ、マックインのチームの名前ですね、これです。おー、マックイーン、はい、マックインです。同じチームの名前ですね。おー、ラストイーズ、おー、かわいい。あとマックインと同じようなあのデザインですね。同じ、おー、同じチームで、で番号も同じ95です。おー、デザインも一緒で95、かわいい。おー、いいですねトレーラーの方は、おー、マックインの絵が描いてありますね。ライティングマックインです、ピクサー。おー、でこれチーム名ですね。はい、こちらにチーム名もあります。おー、これ反対側が、こういう反対側のマックインです。あー、かわいい。おー、後ろもこれマックインです。いいですね。あー、そう、ということで、
では、はい、今からターンテーブルで展示します。カズトミカのマックです。おー、マックインの専用トレーラーです。おー、かっこいいですね。3体は1985年式のマックスーパーライナーです。おー、マックインもいますいいですね、かわいい。では今からプチジラマで展示します。はい、ドロのプチジラマです。おー、今マックインが日本に来てます。おー、マックがさっきまでマックインを運んでます。おー、かっこいいですね。以上です。アルチンちゃんでした。今回はトミカカズのマックを紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、マックインの専用トレーラーですね。おー、かっこいい。大型トレーラーです。イエーイ。はい、実物は、こうなんです。顔が可愛いけど、結構かっこいいです。おー、車体が1985年のマックスーパーライナーです。ですから名前はマックですね。おー、はい、マックインの専用トレーラーです。マックインの親友でもあります。塗装と番号はマックインと同じですね。はーい、おー、ライティングマックインで95です。で、おー、光のところです。あとチームの名前も同じです。ラスイーストですね。おーいいですね。おー、大型トレーラーで、おー、かっこいいです。で、これ外してます。トレーラーのところは。じゃーん。うん。はい。おー、いいですね。はい。ということで、では、チャンネル登録お願いします。またねー。バイバーイ。